今回はリバーブ実を使っていくつかゲームをやってみました。驚くほどに精細な画像、そして違和感のない音、自然に聞こえる音、これは素晴らしい。 PSVR との差を感じます。このリバーブ G2 を使っていくつかゲームをやってみましたので、何がいいと感じたのか私なりに話をしていこうと思います。 PSVR がこれだけの機能を最初から持ってれば、もっと VR ゲームの幅は広がっており、いろんなソフトも出たでしょう。果たしてどのくらいの違いがあるのか。皆さんご機嫌いかがですか。ダンディ M チャンネルの M です。今回は私が Steam で購入したゲームの話をします。まだそんなにいろんなゲームをやってるわけではありませんが、そんな中でも PSVR との違いははっきりとわかります。今日はそのこともお話ししていこうと思います。まず Steam で VR をするには Steam VR というアプリを使います。このアプリです。これを押せば起動します。起動すると Steam VR 専用の部屋に連れて行かれます。インターネットのサイトにホーム画面があるように、 VR の世界ではこういうホーム、家が用意されてます。個人的には非常に安直な考えで無駄な部分かなと思ったりしますが、この Steam VR のホームは非常に綺麗です。心が和みます。外の世界には鳥や蝶々が飛んでおり、しかもリアリティがある。なんと美しい世界なんでしょうか。 YouTube において私のインプレッションが下がって傷ついた心を癒してくれます。庭にはオブジェを置くところもあり、いろんな形を変えることができます。個人的にはだからなんだと思ってしまうようなところ、こういうの何のためにあるんでしょうか。中の部屋に置いてあるものも変えることができ、変えたからといって何も機能は変わりません。何かこういうものを変えることで遊ぶことができるんでしょうか。知ってる方がいたら教えてください。選べるものは3つぐらいしかなく、やるならもっと徹底的にやってほしいです。壁には Steam VR の人気のソフトの一覧があり、もう一方の壁には私がダウンロードしたソフトの一覧があります。男の夢としては VR パラダイスを推したいとこなんですが、また YouTube 動画の広告を剥がされたら嫌なので選びません。今日は簡単にですが、この中で4つ紹介したいと思います。まず最初にガンスムストリーズ、なんとか VR。 最初ポップコーンを食べながらおじいちゃんの話を聞き、大体のストーリーの流れをつかみます。これはデモをダウンロードしたので本編はまだ購入してませんが、非常に VR を楽しむことができました。 PSVR でも発売されてるみたいですが、拳銃を扱うのでデュアルショックなんかでは使えないと思います。私が VR に求めてたリアルな動き、コントローラーを使っての動きではなくて、自分の手で拳銃を動かす本物の感覚で相手に照準を合わせる、非常に楽しかったです。途中で二丁拳銃を使えるようになり、二丁拳銃の難しさを実感しました。弾のスピードもちょうどいいスピードで、マトリックスのように避けれます。ありきたりなガンシューティングですが、ただ単純に面白いと感じました。ただ日本語字幕なんてものはありませんので、まあ字幕はなくてもわかると思います。そして2つ目は人気のビートセーバー。これは最初日本語の説明なんか全くなかったので意味が分かりませんでした。ただ切ればいいと思ってました。するとすぐにゲームオーバーになってしまう。何度かやっているうちに気づきました。これは色と切る方向が合ってないとダメなんだと。私は全く予備知識がなかったので気づくまでが時間がかかりました。こうすればいいんだ、こう、こう。これは慣れてくるとなかなか気持ちいいです。ただ周りに何もないところでないといろいろ手がぶち当たります。私はマイクに何回手が当たったことか。これは基本的に立ってやるものでしょう。人気があるのもうなずけます。爽快感があります。次に私がやったのがスターウォーズスコードロン。私はスターウォーズも好きです。まず最初にパイロットをカスタマイズというところから始まります。ちなみにストーリーモードです。ここでは少しがっかりしました。
なぜかは言えませんが、がっかりです。おそらく自分の分身になる人を選ぶというもの、自分がどれだけ感情移入できるか、ここは重要なポイントです。作ってる側もそれを意識して作ってるはず。そうでなければこんなに選ばせることはしない。感情移入させたいからこういうのを選ばせてるのはずなんですが、私がこれだという人物は一人もいません。実に何というか、うまいこと平均、ザ平均。しかも男性女性選んでも何も変わらない。いかにジェンダーレスな世界だといっても、体の特徴まで同じにするとは。何のために性別を選ばせるんだ。このボイスに至っては何が違うのか全然わかりません。普通なら結構こういうのは私はこだわるんですが、これに関してはもうどうでもよくなりました。もうどうでもいい。なのでアジア系の人物にして適当に決めたところです。そして始めてみたんですが、物語は反乱軍から始まります。なんでかわからないけども反乱軍の一人になっている。また会話が全部英語で字幕も出てこない。今この画像はこれに載ってるんですが、この機体自体窓というか載っていて、外を見る部分が非常に狭く、あまり VR をやってるという感覚にはなりませんでした。とはいえさすがリバーブ G2、 非常に画像は綺麗でした。ただこのソフトは VR 用のコントローラーは使わず、キーボードとマウスで操作します。慣れてる方ならいいかもしれませんが、特にキーボードを使う場合にブラインドタッチができないような方だったら、いちいちゴーグルを外して見なきゃいけません。なのでゲーム用のコントローラーを使った方がやりやすかったです。まだ触りだけしかしておりませんが、全く内容が分かりません。字幕が出なかったので、また操作で戸惑うこともありました。ちなみに練習モードというものがあり、機種を変えてやってみたらこんな感じでした。こちらは X-Wing ですが、こちらの方は視界も開け、非常に VR には適しているような感じでした。周りもぐるりと見渡せます。画像は非常に綺麗です。こちらの方が宇宙を行ってる感があります。まさに映画の世界。このゲームは普通の戦闘機ものと比べて宇宙なので、途中で止まることができます。ずっと動き続けているなんてことはありません。チュートリアルは日本語で表示されますので、その辺は大丈夫です。最後にハーフライフアリクス、これはもう画像は VR 作品の最高峰と言っていいんじゃないでしょうか。非常に画像は綺麗です。本当に別の世界にいる、そんな感覚になります。細かいところまで作り込まれており、このリバーブ G2 の解像度の高さをうまく活かせています。こういう作品をもっともっと出してほしいですね。これだけ鮮明だとぼーっと外の世界をいつまでも見ていられます。少し残念なのは、移動は瞬間移動、体の向きを変えるのも瞬間的に変わるので、その辺が、あ、ゲームなんだなと思わせてしまいます。またゲームの中でボタンを押したりするのも、コントローラーのボタンを押せばいいというものではなくて、手を伸ばしてボタンを押す、そんな感じになっており、非常に面倒くさいと個人的には思うんですが、中にはゲームの中に入り込めると思う方もいるかもしれません。またこれは字幕です。日本語吹き替えはありません。日本語吹き替えがあればもっと入り込めたかもしれません。また例えばドアを開けて外に出ようと思った場合、実際自分の手を伸ばして開け、そしてゲームの中の自分とドアの距離が合ってなかったら外に出ることはできない、そんな感じの時もありました。その辺はこだわりすぎかなと思います。その場合は元に戻って立つ位置を決め、そしてまた手を伸ばしてドアを開ける、そんな感じになります。この辺がスムーズだともっと没入感はあるでしょう。まだ序盤の方しかしておりませんが、この世界観は面白いです。こういう世界を疑似体験できる VR ヘッドセットはやはり解像度が大切、それを感じさせてくれます。音に関してもリバーブ G2 は耳に密着するような、そういうヘッドホンなんかはついてませんので、耳のそばで聞かせる 3D オーディオなので、その辺も没入感が違います。音もよく 3D で音を聞かせてくれます。これはエレベーターに乗った時なんですが、壁に貼ってある張り紙を見てみると、細かいところまで書かれてあるのが分かります。
例えばこの何でもないこの張り紙、画像をキャプチャーしてそれで拡大してみてもしっかり文字がわかります。それだけ作り込まれているし、リバーブ G2 の解像度が高いということです。ただ何度も言いますが、こういう中に入っていこうと思った場合、実際に自分の手を伸ばして合わせて開けないといけない、こういうのがちょくちょくあります。これも VR の楽しみの一つでしょうか。そういうふうに思うようにします。そんな感じでまだ序盤ですが、これらのソフトを楽しんでいきたいと思います。個人的には恐怖系の VR ソフトはやりたくありません。あれはストレスがたまります。このハーフライフアリックスもそんな感じかなと思ってたんですが、今のところは大丈夫そうです。もっといろんなジャンルのものが出てくることを期待してます。今回は私が VR ゴーグルで何をやってるのかのご紹介でした。そんな感じでこのチャンネルは私が気になったこと、気になるもの、こだわったものなどを紹介してます。よかったらチャンネル登録をお願いします。それでは今回はこの辺で、ごきげんよう。 Thank you.